ミニチュアガーデンカフェ本田でございます。今回はいちごと桜のスフレロールケーキを作っていきたいと思います。最初なんですけども、下ごしらえとして卵白、こちらをバーミックスで溶いていきます。でこのバーミックスで、混ぜることによって、これはもうコシが切れてそのつながってない状態ですね。で次はシュー生地の方を作っていきたいと思います。まず鍋にバター用意してください。で牛乳ですね、強力粉、薄力粉、ベーキングパウダーです。こちらを一緒にふるっていきます。ではちょっと火の方に移動しますね。まずはバターを溶かしていきます。だいたいバターが溶けてきたら火はこれぐらいですね。周りがふつふつしてきますので、そしたら粉を一気に入れます。なるべく早く混ぜます。で、ホイッパーをもう外してもいいんですけれども、ここでも余計に火が入ってしまうので必ず外してからホイッパー外してください。牛乳ですね、これは3分の1ぐらい。ここは激しく混ぜるとちょっと牛乳飛んでしまうので、最初は緩やかに混ぜて、浸透してきたら手早く混ぜます。で混ざったら次の3分の1を入れます。また同じ作業ですね。はい、混ざったので最後入れます。ちょっと炊き上げるんですけど、こういう動きの中にこういうひねりの動きを加えてあげると全体が早くなじみます。で、だいたい全部の生地がひとまとまりになって、こう鍋の中で綺麗に踊るようになったら、少しこう膜が張ってる状態、こういう状態が炊き上がりのサインです。これをミキサーボウルに種を入れていきます。ゆっくり混ぜます。そこに全卵と加糖卵黄、これ 20% の加糖がされている卵黄ですね、これを混ぜます。でしっかり均一になった、卵を使ってください。さらにこれは冷たい状態の卵を使ってください。で入れていきますね。これは半分よりちょっと少ないぐらい最初入れてしまってください。で一旦ここで外しますね。ビーターについている混ざりきってない部分をしっかり外していただいて、鍋の底にも混ざりきらないものがあるのでしっかり外してください。続いて残った卵のさらに半分くらいのイメージ、これもしっかり混ぜます。では最後入れていきます。しっかりあと手で調節しながら混ぜてあげます。でちょっと普通のシュー生地よりも少し早く流れて落ちるイメージです。この生地は乾きやすいので、少し置くときは必ずラップをしてください。次メレンゲを作っていきます。先ほど溶きほぐしておいたメレンゲです。これがトレハロースですね。手に入らない場合はグラニュー糖でも構いません。今入れたのが乾燥卵白です。ミキサーにかけていきます。最初に少しだけですね、5分の1ぐらいですかね、6分立て7分立てぐらいになったら残りのトレハロースを2回ほどに分けて加えます。中高速ぐらいで混ぜるといいと思います。で最後中速に落としてキメを整えます。その時に桜の糖蜜漬けをしたものなんですけど、これのシロップ、これを加えます。でこれ完全に混ぜきらなくて大丈夫です。メレンゲの硬さとしてはこれぐらい、ちょっとさっきよりも硬い先ほどのこの生地ですね。これ全部入れます。これを混ぜていきます。
そこを入念に混ぜてあげます。だいたい混ぜていって生地の濃いところが出てこなければもう混ざってますね。こちらを鉄板に流していきます。コツとしては生地をまず角に入れていきますね。こういうしましたら、こういう大きい生地が少し余っているようなところから空いているところに持っていってあげて、ここからは自分に対して真横に動かすっていう動作を常に同じ動作でやれば均一に慣らすことができます。180度のオーブンに入れていきます。そうしましたら設定を変えていきます。でこれ以上焼き色が、底の焼き色をつけたくないので、下に鉄板を1枚、重ねておいてもらって、反転をさせて、ダッキというんですか、ダンパーというのがあるんですけど、これをしますね。もしない場合はしなくても大丈夫です。でオーブンになりましたので出していきます。で出す前に必ず手で、焼けてる証拠は、こう触って弾力がある、あの手の跡がそのまま残るようですと、あの焼けてないですね。でここで必ずショックを与えてください。ではロールケーキのトッピングのコンフィチュールですね、それを作っていきます。これ一旦冷凍しているベリーなんですけども、この中にはイチゴとラズベリーと赤すぐり、ブルーベリーが入ってます。これが今だいたい 300g ぐらいあります。こちらの 300g のだいたい半分の砂糖ですね、入れます。単純に強火でグツグツ煮ていきます。沸騰をしましたら弱火にしてコトコトと煮込んでいく感じです。このブルーベリーをしっかり潰してあげてください。砂糖の分量が多いので焦げやすいので、最初はボコボコ沸騰させていいんですけど、ある程度水分が飛んできたら弱火にしてコトコト煮込んであげてください。沸騰してくるとだんだんアクが出てきますので、これはしっかり取りたいですね。表面をこう撫でるように寄せてあげます。そうすると泡だけが集まってくるので、そしたらこれをすくってあげると、最小限のそのうまみといいますか、それを残したままアクを取ることができます。そろそろこう そこに焦げついてくるなっていうのが、だいたい鍋の底を触っていると分かるので、そしたら少し火加減を調節してあげてください。ちょっといちごが多かったので甘みが強いので、レモンは少し多めに入れます。大体これぐらい、今レモンを入れたことで少しとろみがついたんですけど、はい、それでは、焼き上がった生地が冷めたので、クリームを巻いていきたいと思います。ドッグブランシュ桜を混ぜた生クリームになります。クリームの硬さなんですけども、ロールケーキにするにはちょっと柔らかいなので、大体8分立てから9分立てぐらいにしていきます。少し生クリームは残しておいてください。まず隅に、四隅に持っていきます。で今度はこの生クリームをないところに伸ばしていくんですけども、この時にパレットナイフをここの隅にこう擦りつけながら横の動きをしてあげます。そうすると綺麗にこっちにも残らないし、でここは少しだけ薄くしてください。先にここを巻き始めるので、ここが薄くないと巻きにくいので、ここは薄く、最後も少しだけ薄くですね。では巻いていきますね。巻く前にこういう棒ですね、こういうのがない人は定規で構いません。できればこの長さよりもちょっと長いぐらいの定規がいいと思います。
まず紙を持って持ち上げてこの状態に持ってきます。そしたら少し強めに押さえてあげます。指の跡をついちゃうぐらい大丈夫です。手で押さえながら紙は人差し指と、親指で挟んでる状態ですね。ここまで持ってきます。生クリームを塗ったところに、コンフィチュールを、乗せて一緒に巻き込みます。でこれを手前に戻してあげて一旦紙を外してあげます。でそうしましたらこの紙をこの下に巻き込みます。そしてここの紙の部分を定規で力としてはこっちの方に力を向けてますね。だから奥に押さえてあげてそうするとこの生地が締まって丸くなります。そしたらそのまま手前にコロンと転がすと綺麗に巻けますね。ここに少し穴があるんで先ほど残しておいた生クリームを埋めてあげますね。こちらも埋めてあげます。で巻き終わりましたら冷蔵庫で1時間や2時間ぐらい寝かせるとカットしやすくなると思います。それではじゃあカットするところをバーナーで、煽ってあげるとこう断面が綺麗に残りますね。刃が冷えている状態で切るとどうしてもここに生クリームが引っ張ってしまうのでここが汚れてしまうんですよね。それを防ぐために刃を温めてますね。で今回は 3.5 センチに切ってきます。トッピングの作業に移っていきます。 42% の脂肪分の生クリームを使ってます。でそこにグラニュー糖とトックブランシュの桜クルマンディーズのフレーズいちごの濃縮還元のシロップになります。でこちらが桜の天然着色料を使った、シロップになります。だいたい硬さは8分立てぐらい、口金は大きい干し口ですね。12割れって言われてるやつを使ってます。こちらを絞っていきます。でこちらにいちごとブルーベリーとミントをあしらっていきます。で今回は桜を使ってるので、ちょっと桜の花が咲いてるイメージというか飾っていきますね。ブルーベリーも輪切りをすると花火が開いたような断面が出てきますので僕は好きで結構使ってますね。で最後にこれはミントですね。あとは粉糖や桜の糖蜜漬けというのがありましてこちらを最後に飾ってあげますね。ミニチュアガーデンカフェ本田でございます。中目黒の駅から徒歩4分ぐらい目黒川から1本入ったところにお店を構えております。では素材にこだわって保存料とか一切使わず真面目なお菓子を作っております。各種伝統菓子も揃えてますしこのクグロフをメインに作っております。そのクグロフをアレンジしたものや、こだわった生菓子等も揃えておりますのでぜひ近くにお寄りの際はミニチュアガーデンカフェにお越しいただけることをお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。